ご通行者の皆様にぜひ聞いていただきたいと、そういう思いでメッセージを私託されてまいりました。ぜひお時間の許す限り耳を傾けていただけるとありがたいなと思います。では読ませていただきます。こんにちは。素晴らしかったですね。嬉しかったですね。3月17日豊ノ宮愛子内親王殿下のご成年皇族初めての単独記者会見は本当に素晴らしく、国民の多くが喜ばれたと思います。皆様はもうお聞きになられましたか？ YouTube とかで感動の言葉がたくさん寄せられていますので、ぜひとも今一度聞いてみてください。豊ノ宮愛子内親王殿下はご自分の言葉でご自分の思いを語られています。その思い、本心から出された言葉でした。自然と普段の思いをお話しされ、私の心にもとても大きな喜びとなって響きました。皆様はどうだったでしょうか？ご家族の愛や絆の深さ、そして国民への感謝の気持ちを多く述べられていました。国民の象徴であるご一家の愛や絆の深さを見させていただきました。これこそが国民の皇室を敬愛できるお姿だと思います。20歳の豊ノ宮愛子内親王殿下はすでに皇族として意識が高いお話をされていました。天皇皇后両陛下の普段からの教えなど、そういったものがまさに反映された会見でした。また皇室の在り方では上皇陛下が折に触れておっしゃっていたこと、そしてそれを天皇陛下が受け継がれている、皇室は国民の幸せを常に願い、国民と苦楽を共にしながら務めを果たすということが基本であり、最も大切にすべき精神であると認識していますとおっしゃられました。そしてそのように努めていきたいと言われました。今回の豊ノ宮愛子内親王殿下のお話には感謝という言葉が何回もありました。ご家族に感謝、国民に感謝、すべての方に感謝をされていました。初めての記者会見、本当に涙が出るぐらい素晴らしかったです。私は2021年は皇族の方のご結婚問題などで6回もデモに参加、行進デモに応援参加させていただきました。そして豊ノ宮愛子内親王殿下のお誕生日には祝賀パレードにも参加をさせていただきました。結婚問題では私を含めて自分の子供、孫を思うような気持ちで勇気を出して行進デモに参加をされた方がほとんどです。日本の国を真剣に考えているお母さんたちだったのです。ご年配の方々もたくさん参加をされていました。しかし秋篠宮家の方々はその行いを誹謗中傷とされ、国民の気持ちを分断されるような態度を取られました。2021年は多くの国民が情けなく思いが伝わらないもどかしさを感じ苦しみました。やはり国民の多くが心配した通り、いまだ国民の税金がお二人に垂れ流しの状態のようです。この問題は国民の全員が本当に考えなくてはならないと思います。今日はここに立たせていただいています。それは喜びを分かち合いたいからです。天皇陛下のお誕
生日の時、お誕生日の時のお話、そして敬宮愛子内親王殿下の記者会見のお話で、国民の多くがどんなに報われたか知りません。癒されました。安堵しました。本当に感謝の気持ちになりました。令和になってから天皇皇后両陛下は素晴らしい時代を作ってくださっているのに、多くの国民は秋篠宮家のことで心配事をさせられています。そんな中、20歳の敬宮愛子内親王殿下は国民に愛と思いやり、勇気や希望、そして力をくださいました。敬宮愛子内親王殿下の天皇陛下のお力になりたいという思いがとても嬉しく思いました。敬宮愛子内親王殿下には日本人として皇族として生まれてきてくれて本当にありがとうございますと言いたいです。天皇皇后両陛下、そして敬宮愛子内親王殿下がいらっしゃいます。日本の未来は安泰で安心できると確信しています。次期天皇陛下は敬宮愛子内親王殿下しか考えられません。これは国民全員がここに立つ今訴えるべき案件ではないでしょうか。長い歴史の中で敬愛されていた皇室、これからも日本国に誇りを持てて、そして日本人でよかったと思えるような、そんな日本を未来にバトンタッチしなければなりません。早く次期天皇陛下は天皇の子供である敬宮愛子内親王殿下と決めていただければ何も問題はないことです。有識者会議などいりません。国民の知らないところでいろんなことが決められています。輝かしい未来を誰でも思い豊かに暮らしたいならば、国民の一人一人がマスコミやメディアに踊らされることなく、自分の目で見て耳でちゃんと聞いてみてください。日本の平和、世界の平和をいつも願われている天皇皇后両陛下、そして敬宮愛子内親王殿下の愛こそが平和な豊かな日本や地球になります、世界になります。そのような方を私は敬愛したいです。本日はありがとうございました。本日こちらにご家族の不幸で活動を見合わされました名古屋市の伊藤様からメッセージをお預かりしておりました。